間も1週間が終わり最終日となりました。これまで本当に選挙カーや街頭演説などで大きな音を立ててお騒がせをしてしまい申し訳ありませんでした。ですがどうか今日はあと1日だけ私の話を聞いてくれたら嬉しいです。皆さんにとって政治というものはどういうものですか？ほとんどの人は私が政治活動をしていますというと嫌な顔をしたり怯えたような顔をしたり政治興味ないですと言ったり政治家なんて嫌いだと怒鳴られることがありました。政治は本当はそんなみんなから嫌われるようなものじゃないはずなのにどうしてこんな風になってしまったんでしょうか。私も3年ほど前は政治に興味がなくて選挙に行っても投票先はなんとなく決めていて政治というのはどこか権力を持っていたり特別な人が勝手にどこか遠くで勝手にやっているものだと思っていました。だけど違うんです。政治っていうのは本当は一人一人のために自分一人ではできないようなことを一人一人のために一番いいと思うものを考えて決めて実現していく一人一人の人生を豊かにしていく安心できるものにしていくそういうシンプルで純粋なものが本来の政治の姿です。私はどうしてもこのままじゃこのままの政治じゃいけないと思うからどうしても本当の当たり前のようだけど新しい政治の姿を取り戻したいと思って今ここに立っています。26歳で私はまだ最年少の26歳です。社会経験も浅いですがこれまで朝も夜も寒い日も雨の日も風の日も駅前に立って街に立っていろんな人たちの本当にいろんな人たちの声を聞いてきました。ありがとうございます。おじいちゃんおばあちゃん世代の方々からは銭湯や商店街など古き良きものがなくなっていくのが寂しいという声を聞きました。私はこの渋谷区の魅力は少し歩くだけで全く違う景色が広がるそんないろんな豊かないろんな表情を見せるこの渋谷の街が大好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。温かい腰ありがとうございます。だから私はこれからも新しいものをどんどん取り入れて新しい風をどんどん吹かしていくけれど古き良きものと融合して一緒になって想像もつかないようなどんどん新しい表情を見せる渋谷区の形を作っていければなと思い描きました。まだあります。子育て中のお母さんたちからは子どもたちを安心して遊ばせられるような公園が少ないという声を聞きました。渋谷区にはたくさんの公園があります。ですがほとんどの公園が古かったり汚かったり暗かったり子どもたちが安心して遊べるような環境とは言えないです。地域の人たちが集まってぎゅっとコミュニティをつながれるようなそんな場所はまだまだ少ないと私は思っています。他にもあります。私は教育にすごく興味があります。自分自身が学びたいことを学べるという恵まれた環境で育って自分の選択肢を広げて挑戦したいことに挑戦できてきたからこそ子どもたちこの渋谷区で育つ子どもたちの未来を明るくしたり選択肢を広げたり子どもたちが未来をどんどん思い描けるような環境を作っていきたいと思っているからこそ
教育には力を入れていきたいと思っています。渋谷区には最先端教育モデルが取り入れられております。最先端のプログラミング教育、 ICT 教育、大きな予算を投入して取り入れてると渋谷区は言っています。だから聞いてみたんです。渋谷区の小学校の ICT 教育どうですか？正直役に立ってますか？ほとんどのお母さんたちからは全然使ってないと言われました。タブレットがあっても使うのは月に1回あるかないか、先生も全然知識がない。タブレット環境も実際社会で使われているタブレットとはかけ離れていて、それが果たして子どもたちが将来大きくなった時に実践的に生きる教育なのかと、そう考えると疑問を抱くというお母さんたちの声がありました。ただ取り入れればいいという問題ではなく、本当に子どもたちのためになるような教育を実現するために、そこにある山積している課題を一つ一つ向き合って、一つ一つどうすればうまくいくか、渋谷区にはせっかく最先端の企業がたくさん集まっているんです。民間事業と連携したり、指導教員をライブ発注したり、いろんな解決方法があるはずです。私はこれからも一緒に悩んで、一人一人の声に寄り添って解決策を探っていけるような、どんな活動をずっと続けていきます。他にもあります。渋谷区には違いを力に変える街というビジョンがあります。一人一人違って、一人一人いいことがあって、得意なことがあって、輝ける場所があって、一人一人夢があって、素晴らしいビジョンです。一人一人違う、それを力に変えていく。本当にそんなことができたら、いろんな人が集まるこの渋谷区はもっと面白いことになると思うんです。ですが、多様性を本当に受け入れていく街になるためには、まだまだ理解が足りないところが見られません。一人一人違うということが当たり前になるように、小さなことからそれが自然と言えるように、多様性を理解できるような教育を、副教材を導入するなど、工夫を凝らして障害を持った方とも一緒に体を動かせるような、そんな時間を作ったり、一緒に暮らしたり、そんな機会を作って一人一人違うんだということが当たり前になるような、違うからといって別れて生活していることはないんだと、一緒に暮らしていくんだ、この街で暮らしていくんだと思い合えるような、分かり合えるような、尊重し合えるような、そんな街づくりに取り組んでまいります。同世代の女の子からは、子育てサービスはたくさんあるみたいだけど、子供を産む前、産前サポートがまだまだ不十分だという声を聞きました。渋谷区にはネーボラという新しい子育てサービスがあります。子育て支援を一本化して行うという施策です。しかし、それだけでは足りないんです。妊婦さんの生活支援や不妊治療のサポートなど、まだまだできることがたくさんあります。女性が活躍しなければいけないと言われている社会だからこそ、女性が活躍できていても自由に子供を育てるという選択ができるように、子供を産みたいと思える選択ができるように、その環境を全力で整えてまいります。そして私はこれまでもいろんな人の声を聞いて、一人一人の声に寄り添って、この街に何ができるだろうかと考え続けてきました。私は26歳で新人で、後ろに大きな政党や大きな組織の後ろ盾はありません。つまりしがらみがありません。しがらみとは漢字で書くと策です。ほとんどの政治家は組織票や資金が欲しくて
団体や企業から支援を受けて、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。それで手を組むことによって、しがらみを生んでしまいます。そうすると自分の思うような活動が柵に囲まれてしまって、できなくなってしまうんです。しかし、私、橋本ゆきは違います。橋本ゆきには一切の柵はありません。しがらみありません。ありがとうございます。だからこそ自由に考えて柔軟に考えてどこまでも走っていってみんなの声を区政に届けることができます。そして私には夢があります。この渋谷区を学びと遊びがあふれる街にすることです。エンターテインメントの場を作ること、音楽やエンタメがやりたいと思う人が挑戦できるような環境を作ること、そうしたワクワクするような遊びのこと、いろんなことが学べて将来の選択肢がぐっと触れるような学びの機会が同時にあることです。学びと遊びがあふれるような渋谷区を作っていきたいです。電話が繋がってた。そして皆さん、そうして私が街に立ってお話をしているのを見てどう思いますか？女の子がこんなところに立って、これは一体何なんだろう。まさか政治？この子が選挙に出るの？そう思う人たくさんいるんじゃないでしょうか。よろしくお願いいたします。確かに今の渋谷市議会には20代、30代の若い議員は一人もいません。若いというだけで珍しいかもしれません。さらに女性議員の割合は2割にも至っていないです。そんな現状の中でこの光景はとても珍しいかもしれません。ありがとうございます。だけど私は誰だってどんな人だって手を挙げて政治に参加をして、いろんな人の声を聞いて、いろんな人の声を届けたい。いろんな人のみんなの暮らしを豊かにしたい。安心できる暮らしを実現させたい。もっとワクワクできるような街を作りたい。そんな思いや情熱があれば誰だって政治に参加をしていいんだと、どんな人だって政治に参加をしていいんだと、そういう世界を作っていきたいです。だってここは違いを力で変える街、渋谷区だから。私橋本ゆきはまだまだこれからです。これからどんどん吸収して、一人一人の声を聞いてどんどん学んで、新しい渋谷の私を作ってまいります。もうすぐ5月1日、私が生まれ育った平成という時代も終わり、令和という新しい時代が始まります。渋谷区議会議員の任期は4年と言われています。5年後どんな未来が待っていますか？想像できますか？2023年オリンピックも当に終わった2023年、どんなものが流行っていて、どんな職業があって、子どもたちのなりたい職業ナンバーワンは何ですか？想像ができますか？きっと想像もできないような4年間がこれから先待っているんです。その4年間を一緒に作って、4年後を決めていくのは明日決まる、明日皆さんの一票一票で決まる渋谷区議会なんです。お疲れ様です。よろしくお願いします。
26歳、しがらみのない橋本ゆきは、学びと遊びにあふれる渋谷区を実現していきます。本当の、本当の違いを力に変えて、想像もつかないような進化を遂げる。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。渋谷区のために、古き良き渋谷と、新しいものを取り込んでいく渋谷と、その、ワクワクとの融合が、どん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 広がっていくような渋谷区を作ってまいります。そしてどんな人でも、どんな明日が待っていたとしても、明日どんな風になっちゃったとしても、諦めずに挑戦したいことは挑戦できる。その日々なことがあってワクワクできる。ありがとうございます。初めて明日も頑張ろうと思える、そんな渋谷区を作っていきます。私は純粋でシンプルな政治の姿を取り戻して、政治をもっと身近にしてみせます。渋谷区議会には34議席しかありません。国会には700人という議員がいて、区議会にも170人という議会がいて、議員がいて、だけど渋谷区には34人の議員しかいないんです。みんなの1票で34分の1が決まるんです。34分の1を選ぶんで、渋谷区を動かす34分の1です。ありがとうございます。続き、ありがとうございます。頑張ります。34分の1できること大きいと思いませんか。34分の1の力で渋谷区を動かせる、その可能性ってすごく無限だと思いませんか。どうか皆様、政治に諦めないでください。政治に絶望をしないでください。絶対に4年後渋谷区変わったな、渋谷区から政治が変わっていったなと思ってもらえるような、そんな政治に取り組んでいきます。この政治を変えていきます。一票では何も変えられないんじゃないんです。一票でしか変えられないんです。みんなの一票一票で、よろしくお願いします。みんなの一票一票で私たちの未来を作っていくんです。どうか皆様、私たちの同じ世代の方たちは、自分たちが責任を持って作っていく未来のために、お父さんお母さん世代の方を、自分たちの子供たちが輝く未来を歩んでいくために、おじいちゃんおばあちゃん世代の方は、自分たちの孫たちがありがとうございます、自分たちの孫たちが選択肢が広がってより豊かに生きていけるように、どうか東京用紙には大きな一歩を踏み出す橋本ゆきとしがらみがなく、どこまでも走っていける橋本ゆきと書いてください。区政をこの渋谷区の未来を橋本ゆきに託してください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは長らくこちらのご当地ご一角をお借りいたしまして、お騒がせをいたしました。それでは以上、橋本ゆきでした。